タジオを飛び出し、みんなでお酒を飲みながらぶっちゃけトーク中。先週はザワチンの歴史が明らかに。マスクをして出かけたら、その例の事件が起きたんだよね。私も知ってる、すごい知ってる。お酒も進み、際どいトークが出るわ出るわ。今週も衝撃エピソードが飛び出します。だ俺はマナちゃんも気になるの。なんでそのこの仕事を始めようと思ったのかすごい気になって。ああ、それ純粋に知りたいですね。そうそう、確かにみんなどういう経緯でっていうの知りたいですよね、うん、なんか結構本当に動機がアホで。え、何、どういうこと。そう、なんかよくスカウトされて入る人とかが結構多い業界なんですけど、うん、私は志願兵で、うん、あ、自分から自ら行ったんです。お国のために国民のために国民のために私にできることとは覚えた時に国民のために国民のためにでもなんか中学の時にちょうど父親の部屋でなんかこう、まあその時ってまだビデオの時代、うん、なんてカセットみたいな、うん、であれを取りためたものを一個一個こうやって見てるのが好きな時期があって、中学2年生ぐらいの時に、でなんかある日なんかドットコム太郎でも見ようかなとか思って、うん、こういろいろカセットこう入れてたら、うん、その中に、まあ、シールも貼ってなくって、うん、何にも書いてない、うん、真っさらななんかカセットがあって、でこれなんだろうなと思って。絶対お父さんが書かなかったやつでしょそれだけ、ね、そうだね、シール貼ってお父さんが絶対に触れられたくなかったそのカセットテープを入れたら、うん、もうちょうどまあ、抜きどころであったであろう場所から再生されてで、みたいな言って、でなんかもう見入っちゃって、うん、何これと思って、うん、それも別に女性もすごく綺麗な人で、うんうんうん、髪が長くて色も白くて、はいね、でも、まあ、全部見せてるけどなんかいやらしくなかったんで、高校は全く違うなんか工業系の学校に通ってて、でその時になんかでも、まあ、勉強も楽しいけど、うん、なんかやっぱあの日の出来事が引っかかってるなって自分でもずっと残ってたずっと残ってこのタイミングで抜きやがったなみたいな、それ執念ですよねまあそれももちろんあり、寮に入ってて学校も、うん、もう両親とも離れてたし、なんか改めて一人になった時にいや私でもやっぱあの仕事ちょっと興味あるから、うん、ちょっと調べてみようと思ってで、まあ、AV 募集って調べたんですよ。でその時に一番上に来てたそのあの、まあ、検査結果とか果、ね、あのランダムに出るバナー広告みたいなやつが今の事務所だったんです、すごい。でそこクリックしてちょっとやってみたいんですみたいな、うんうん、待って、その当時は彼氏とかいたの。あ、その時は付き合ってる人がいて、いたんだ。でもなんか内定をもらってから報告しようと思ってたんですよ。あ、そしたらどうなった？で向こうも、うん、みたいな。なるよね、なるよね。よねうん、でなんかいやみたいな、マジでみたいな。どうしようみたいな、うん。でもまだデビューしてなくてその時は。うん、でその後デビューして、そのパッケージが私はすごい可愛いパッケージを撮ってもらって、うん、だったらこう彼氏にも見せれると思ってたんですけど、うん、デビューした時のパッケージがなんかすごい。ブイっていうこういうなんか、あ、出た、言ってたよね、言ってた、ほら前言ってたね、赤い、そう、赤い、そう、そう、そう、ブイジな、あのブイってなんか、うん、お笑いみたいな、うん、うわ、めっちゃ恥ずかしい、どうしようみたいな、うん、もっと可愛い、なんかこういうの使われるかと、ね、こういうの使われるかと思ったらなんかブイだったから、これちょっとなんかでも彼氏とかにも言うの恥ずかしいなってなっちゃって、で結局、まあ学校にもバレちゃったし、そうなんだ、広まったし、その時付き合ってた彼ももちろんそれを知って、うん、この V っていうパッケージを見て別れました。V が V 別れ、V 別れだ。あのさ、そうやって出てて、まあまあかっこいい人もいるじゃない、男優さんって。やっぱりあ、この人素敵だなって、もう体もなんか決まってすごいな、いけるよみたいな。すげえのいるじゃん。判断も見た目でいたりするじゃない。まあまあまあ、まあ、いろんな人いますからね。断れもできないのやっぱり。LINE を変えてくれとか。あ、でももう見た目でっていうのは、ま、もうないですねやっぱり。何が一番嫌なの。
何が一番、むしろやりたくない相手、どんな相手とかある？あ、もしなんかもう、もちろんその男優さんでこの人は NG とか、うん、そういうのは、まあ、実際業界の中にはあるんですよ、その、うん、あるんだ。でも、うん、NG っていう、まあ、理由の一つは別に見た目とかそういうのじゃなく、うん、どっちかっていうと、まあ、ちょっと常識的じゃないことをされたとか、予定と違うことになっちゃったとか、うん、そういう、うん、なんかこう、まあある種社会人としても同じじゃないですか、それって収録中に違うことしなきゃとか、そうとか、あとちょっとそれはちょっと失礼でしょとか、あの人に不快な気持ちさせるようなこととか、それ内面的なこと、行動とかで、まあ、この人は NG だねとかっていうのはあります。あと女優さんに手を出しちゃったとか、そういう女優さんにプライベートで例えば手を出しちゃったとかっていう、そんな人いるんだ。暗黙のルールみたいな感じで、まあ、恋愛は禁止みたいな業界内で、知らなかった。だから、まあ、そういうもちろん恋愛をしてもいいけど、うん、でも、まあ、結婚をするとか引退して付き合うとか、うん、そういうのだったらありだし、うんうん、待って、すごい一番聞きたいのがあって、ぶっちゃけ聞いちゃって大丈夫？大丈夫。やっぱさ、そういう仕事してくると寄ってくる周りの男の子っていない？いや、もうね、いる。それはやっぱいるんだ。いる。え、それ、え、それ業界内で、業界外で、外で、うん、なんか芸能界も、うん、芸能界も、でも芸能界は逆にないかも。あ、要はその地元の友達とか、地元の、一番めんどくさいじゃない？そうです。だ、例えば、うん、それこそ、まあ、学校関係の、まあ、私も知らないような先輩、私も知らないような後輩とか、すげえわかる、それ。あとなんかもう、なんて言うんだろう、そのしかもなんか軽率に来るんですよね。元気みたいな、話したこともない、本当にいきなり、いきなりとか。逆にだよね。逆にお前ら気使えよ。ありますか？思わない？あります。絶対あるでしょ、地元のさ、うん、だって昔ね、うん、隣の席にいたんだよ、うん、俺別に一緒に飲みに来てんじゃないんだよ、うんうんうん、これ、おい、俺は昔から一緒に飲んでんだよって言われてんだよ。あー、ある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 。で、待って、わかる、すごい。お前誰だし。わかるわかる。わかるわかる。わかります。それこそ、俺仲いいんだよね。そうそう。連絡先知ってるんだよね。いや、知らねえよ俺。付き合ってたんだよねとかね、いろいろね。親戚が増えました。そうなんだ。本当に。よくね、本当に親戚めっちゃ増えた。親戚。本当迷惑なんですよ。いや、でもやっぱみんなそれはあるもんなんですね。本当やめた方がいいと思うよ。まあ僕たちも僕たちで気使ってるし、みんなね、こうやってやってる仕事ちゃんと一生懸命やってるんだから、あのちょっとほっといてもらっていいかな。そう、決めなんですよ。ほっといてもらっていいですか？世に言いたいみたいな。まだまだトークは終わりません。あのね、一個だけ言っとくね、モームスも今暴露し始めてるから全部。え、何を？当時仲悪かった人とか。で、嫌いな人誰よ。ベースがあって自分が活動できてると思ってるから、それを壊すなよって思います。次週、衝撃ネタがアキちゃんから飛び出します。続いては